のアイコン設定でアイコンの大きさを変えたり、角を角張らせたり丸くさせたりすることができます。一つ、こんにちは、ソルトです。動画を見ていただきありがとうございます。今回の動画はおしゃれなホーム画面の作り方になります。以前紹介したこちらのサムネイルのようなホーム画面をもっと簡単に作ることができるアプリを見つけたので紹介していこうと思います。このアプリを使用することでこのようなホーム画面を簡単に作成することができます。 WeView みたいにショートカットを経由しないのですごく使い勝手がいいです。それでは紹介していきます。そのアプリがこちらのクイックウィジェットというアプリになります。アップストアでクイックと検索、こちらのアプリをダウンロードしてください。ダウンロードできたらアプリを開き、アプリを開いたら小中大壁紙とあるのですが、今回は大を選びます。中でも同じように作れるので目的に応じて大きさを決めてみてください。追加を押してコンポーネントリストからこちらの応用性が大きいのアイコンをタップしましょう。次にプラスボタンを押すとアイコンを選ぶ画面が出てくるので配置したいアイコンを選びましょう。アイコンを選ぶだけでこのように配置してくれます。これを何回もすることでアプリを並べることができます。もう一度プラスボタンを押し、ここに配置したいアプリがない場合は上の名前検索で検索すると他のアプリも検索することができます。主要なアプリはほとんどあるのですが、ない場合もあるので、ない場合はメールを送りましょう。ここには30分後と書いているのですが、数日後アプリを追加してくれます。下のアイコン設定でアイコンの大きさを変えたり、角を角張らせたり丸くさせたりすることができます。一つ一つの形は変えれませんが、好みに応じてサイズや角を調整してみてください。またプラスボタンを押して左上のこのアイコンを選ぶことで空白を開けることもできて、空白を開けることによりいろいろな形を作ることができます。アイコンの場所を移動させたいときはアイコンを長押しし移動させることで簡単に配置変更をすることができます。アイコンを削除したいときには右上のアイコンをタップし、開始項目の削除を選ぶと削除モードになるので、消したいアイコンのマイナスを押すと消すこともできます。他にもアイコンの画像を変えることができます。右上の設定マークを押し、アイコン画像を変更を押します。するとアイコンの上に矢印マークが出るので、画像を変更したいアイコンを選び好きな画像を設定します。好きな画像を設定することで統一感を出すこともできます。下の背景画像で色も変えることができ、こちらのカラーパレットを押すとグリッド、スペクトラム、スライダーと簡単に色を変えることができます。背景画像を登録することで背景を透過させることもできます。透過させる方法はホーム画面に戻り、ホーム画面を長押し、この状態で左にスワイプし一番右の何もないところをスクリーンショットします。クイックに戻って下の保存を押し、一番下の透明な背景を選び設定を押して先ほどの画像を登録します。これで背景画像を設定することができます。先ほどの画面に戻り、背景画像の左から2番目のアイコンを押すと透明な背景を選ぶ画面が出てくるので上か下か選びます。
保存を押します。これで背景画像を設定することができます。次にアプリを起動するときにデフォルトの画像が出てくるのですが、こちらの起動図を押すと変更することができます。起動図を変更するには370円課金する必要があります。起動図を変えたい方は課金してください。僕は真っ黒な画像を設定し、違和感がないようにしています。アイコンを並べ終わったら一番下の保存を押して完成です。できたウィジェットをホーム画面に設定していきましょう。ホーム画面を長押しし、左上のプラスボタンを押します。クイックを選択し、台を選び、下のウィジェットを追加を押します。この状態だと画像が表示されないので、ウィジェットを長押しし、ウィジェット編集を押してコンポーネントの選択を選び、先ほどの画像を登録します。ここまでできたら、ちゃんとアプリが開くか試してみましょう。はじめはこのような通知が出てきますが、次回は出てこなくなるので安心してください。起動確認ができたらこれで OK です。今回の動画は以上になります。いかがでしたでしょうか。以前紹介した VG に比べてやれることはまだまだ少ないですが、操作が簡単で簡単に作れるので、ぜひ作ってみてください。その他にもコンポーネントリストの円アイコンを使うことでこちらのような形を作ったり、フリーアイコンを使うことでこちらのようにおしゃれに作ることができます。 VG と比べると、 VG はアプリを開こうとした時にショートカットを起動するのに対して、クイックはこのようにすぐにアプリを開くことができます。ショートカットを起動せずにアプリを開けるので、僕は重宝しています。まだまだアプリ自体発展途上だと思うので、今後に期待したいと思います。この動画が良かったという方はグッドボタンを、何かわからないことがあればコメントよろしくお願いします。今後もこのように iPhone に関する動画を更新していくので、このチャンネルを見逃したくないという人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。